LINE ヤフーやめます。はい、まあタイトルにもある通り LINE ヤフー株式会社辞めますということで、まあ、今までメガベンチャーエンジニアとだけ言ってて会社名は一応伏せてたと思うんですけど、まあコメントでもどこで働いてんねんとか、まあ、結構動画で渋谷の映像とか映してたりしてたんで、サイバーですよね、 DNA ですよねみたいなコメントも結構あったんですけど、まあ LINE ヤフーで働いてたというような感じです。でまあ今日が実は最終出社日で、今からねパソコン返しにオフィスに行くので、まあ最後にね記念に動画撮ろうということで、まあ LINE ヤフーエンジニアの1日、まあほぼ今日は仕事しないですけど撮っていきたいと思います。危なっ。はい、先ほど送別会みたいなの軽くやっていただいて、寄せ書きとプレゼントいただきました。ありがたいですね。はい、今ね社員証も返してオフィス最近ということで、ありがとうございました。まあ、僕内定者インターンとかしてたんで、まあ、インターンとか含めると新卒から入って2年半ちょっととかですかね。まあ、LINE ヤフーにいて、新卒でヤフーに入って、まあ、そこから途中から LINE ヤフーになったんで、最後は LINE ヤフーって感じだったんですけど、まあ、この会社めちゃめちゃ良かったですね。基本的に人がめっちゃ良くて、同期とかまあチームメンバー含め、まあ、めちゃめちゃいい人ばっかりで、まあ、ほんまに理不尽な怒られ方とか1ミリもしたことなくて、でしかもまあヤフーに関してはまあ入社してからずっと全国どっからでもリモートワークできて、働く時間もフルプレイで、まあ、1ヶ月の間で営業日かける、まあ、7時間45分ですね、働けばいいみたいな感じだったんで、めちゃめちゃ働きやすかったですね。一応固定残業が25時間ぐらいあったんですけど、ただまあ僕は残業したことほとんどなくて、まあ、1日単位で見ると残業することって全然あるんですけど、まあ、週の初めの方に多く働いてたら、まあ、月末にちょっとね早めに上がるとかして、基本的にはほぼ毎月残業時間ゼロで上がってましたね。まあ、なので LINE ヤフーって会社基本的にはもうめちゃめちゃホワイトで働きやすいですし、まあ、しかもサービス規模もめちゃめちゃでかいので、まあ、僕は非常にお勧めできる会社だなと思います。で今回まあなんで辞めたかっていうところなんですけど、まあ元々新卒で入った時からまあ大体 2,3 年で転職しようとは思ってて、まあ、なので時期的にはまあちょうどって感じなんですけど、まあただ今回まあ転職するんじゃなくてまあ独立しようっていうことで、まあ簡単に言うと起業しようかなというふうに思ってます。まあ今までプログラミングスクールとかまあコーチング事業とかいろいろやってきたんですけど、まあ新しくこうちゃんと事業を作りたいっていうところで、結構ここでまあ自分で会社作って本気でやろうかなというところです。まあ前々回ぐらいの動画でもう言ったと思うんですけど、まあとりあえずその事業を作るにあたって絶対必要なのが、まあ、エンジニア系のメディアでトップ取るっていうところですね。まあ、これを直近ねめちゃめちゃやっていこうかなというふうに思ってます。で、まあ起業するからって、まあ、エンジニア辞めるかっていうと全然そんなことはなくて、まあこれからやる事業でも絶対ウェブサービスを元にやるので、まあ少なくとも初めは自分で開発していきますし、まあそのうちエンジニアとか雇うかもしれないですけど、まあまだまだね自分でもエンジニアやっていこうかなと思ってます。はい、なのでまあこれからはソフトウェアエンジニア兼経営者ということで、まあ本気でやっていこうかなと思うので、皆さんぜひよろしくお願いします。まあどうなるかわかんないですけど、まあ自分の人生なんでね、やりたいように生きようということで、はい、とりあえずね直近は自分でやってみようというところです。 LINE ヤフーありがとうございました。非常にいい会社でした。お世話になりました。